皆さんこんにちは、西脇さやかちゃんぽんです。今回私は青森県南部町にやってきております。わー、お邪魔してます。さあ、ここ南部町ふるさと運動公園では、青森鍋自慢と、あとは南部町農産物フェアが開催されております。ここでは果物と野菜の即売会と、あとは県内20の鍋、そして岩手からも3つの鍋が集まって味わうことができるイベントということでね、冬なんでそういうイベントはね、やっぱほっこりしていいですよね。そして私は6月ぶりの2回目の中継になるんですかね。はい、1回目が確かこの番組の中継の第1回目の中継っていうことで、まあ結構記念すべき回に呼んでもらったんですけど、なんかやっぱちょっと音さんたない感じが、そのなんだ、まあはまんなかったかなみたいな。いや、今回また呼んでもらえて本当に嬉しいです。頑張りたいと思います。まずは南部町の農産物フェア行ってみましょうか。皆さんついてきてください。レッツゴー。ホタテ美人鍋っていうのは、はい、なんで美人鍋っていうんですか。いや、私が作ってるから。結婚してらっしゃるんですか。してないです。何歳ですか。27歳です。あ、惜しかったな。惜しかった。去年息子が30で結婚したんだよな。ハローハイウェイ。リンゴ、もうね、リンゴ、私本当にこの前中継行った時も言ったと思うんですけど、ホタテとかリンゴを加えながら死にたいぐらいマジで好きなんですよ。大好物なんですよ。来ました、来ましたよ。こんにちは。お父さんがリンゴ作っていらっしゃるんですか。はい。こんなに種類あるんですね。そうですね。私1種類を一つの農園で育てるんだと思ってました。いや、畑でこういろんな富士とか、うん、あと王林、はい、あとね、そう、群馬名月っていうのが、ちょっと群馬名月今今年ちょっと持ってしてないんですけど、味見しか持ってしてないんですけども、食べてみていいですか。初めて聞いたんで。甘いリンゴで、これみんな自分で切ってるんですか。はい。あ、好きなぐらい、好きなだけ。すごい、初めての経験。いただきます、はい、いただきます。重いですか。うわ、めっちゃ甘い。これ欲しい、これ食べたい、家で。うん、めっちゃ美味しいですよ。甘みが強いですね。甘みが強いですね。シャンクジいただきます。うん、堂々ですね。間違いないですね。私サンフジが好きでいつも自分で買うんで、おなじみの味。群馬名月の甘さにはちょっとびっくりしましたね。あまり市場に出てないんじゃないですかね。やっぱり聞いたことがないです。じゃあせっかくなんで王林もいただきます。うわ、これまた違う。なんかリンゴっていうか野菜みたいな、すごいさっぱりした水分量の多いジューシーなリンゴですね。いや、どれも美味しいです。正直選べないっす。でもちょっと今日のナンバーワンを選ばせてもらうなら、やっぱり群馬名月ですかね。食べたことがない、こんな甘いの。いや、美味しい。お父さん美味しいですね。全部ありがとうございます。本当にもう私はおかげさまで。群馬名月え、あげます。サービスしてもらったんで。めちゃめちゃ催促してたみたいな。え、しちゃってました。だってこれ全部持って帰るって言ったんだもんね。いや、もうお父さんありがとうございます。嬉しい。いや、ちょっとリンゴが嬉しすぎてルンルンしてますわ。ここは
体に良さそうなものがいっぱい。甘酒ポン酢。発見？こんにちは。こんにちは。いらっしゃいませ。発見って何ですか？麦の粉で。あ、麦。麦の粉で。そばのコリアルでしょ。それともつく。あるんだけど、なんかこれは昔から、昔からなんか南部地区はほらお米が取れなかったり、はいはいはい、お米の代用で食べたそうです。昔からお腹がいっぱいになりますよ、うどんと同じで。これをね、溶いて食べるんで、そうそうそう、だからつゆも入れてやる。いい匂い。じゃあいただきます。どうぞ、お召し上がれ。つるっとし、喉越しないでしょ。おいしい。スルッと入ってきますね。あったかいね。絶対おいしいですね。焼きたてこのくるみ味噌どうぞ、はい、熱いので、ね、気をつけて食べてください。くるみ味噌もいいですか。じゃあいただきます。熱いですよ、はい、甘辛い味がしますね、はい、もちもこもちもちした感じで、うーん、ちょっと香ばしい感じ。うん、もおいしい。香ばしい。しかもお餅が伸びる系のかと思ったら、ね、結構、うん、ひし餅っては言うんですけども、麦で作ったお餅ですね。しっかり腹持ちに良さそうな、そうです ね、はい、歯ごたえのあるお餅です。美味しい。どうぞこれ、ありがとうございます。食べてみてください。嬉しい、嬉しいです。手作りいただきました。みんな、なんかみんな私に恵み物を南部町特産の、南部町特産のシャインマスカットです。どうぞ、皮ごと食べれますよ。どうぞ、いただきます。はい、お味はいかがですか？うん、甘い。生産者がとても喜んでます。本当にありがとうございました。シャインマスカットはここで作ってるんですか？南部町の特産なんですよ。南部町の特産なんですか？そうなんです。どちらから来たんですか？東京から来ました。はい、彼女はお仕事で来たんです。仕事で取材に説明してくれてる。取材に、はい、取材しに来ました、この特産物っていうか特産品を紹介したくて、うん、はい、私どもの町長は、はい、パイナップルとバナナとみかん以外は全て取れるっていう町長なんですが、果物が取れるって言うんですけど、マンゴーは取れません。マンゴーは取れません。ですが南部町に来ていただければ、うん、春夏秋冬いつでも果物が食べれますっていうことを町長はアピールしてるんです。いいこと教えてくれました。住みたい。どうぞ。すいません、結婚してらっしゃるんですか？してないです。何歳ですか？27歳です。あ、惜しかったな。惜しかった。去年息子が30で結婚したんだよな。遅かった。果物をいつでも食べれますので、どうぞ、皆さんおんでってください。おんでってください。おいでください。おんでってください。かわいい。さあこちら、私はですね、今日は南部町の農産物フェアの2日目にお邪魔しております。1日目には見なかった光景があるんですけれども、なんと小学生の皆さんが出店をされているということで、ここはね、皆さんが作ったもち米を売ってるんですよ。すごいですね。はい、ということで今日はちょっとね、お話を詳しく伺ってみたいと思います。自己紹介お願いしていいですか？はい、福知小学校の5年、高橋のなあです。のなあちゃん、はい、のなあちゃんすごいね。これみんなで作ったの？はい、どれくらいの期間で作ったの？5ヶ月から6ヶ月ぐらい。5ヶ月から6ヶ月ぐらい、はい。みんなは実際にどういう作業をするんですか？田植えや稲刈りいや、脱穀もやりました。いや、すごい作業ですよね。どうだった？田植えとか初めてやって難しかったけど、最後できて達成感が出て嬉しかったです。いや、これは地域ならではですよね。もう実際食べた？いや、まだ食べてない。まだ？これから？12月1日に餅つきして食べます。うわ、いいな。美味しいんだろうね。出た、八戸せんべい汁、あの有名なせんべい汁ですよね。そうです。そうですよね。 B1 グランプリ取りました。B1 グランプリ取った。すごい。本当にこれせんべいが入ってるんですね。そうなんですよ、せんべいです。これはでもね、あやきせんべいってちょっと固めに焼いてるので、おろけないんです。
食べるんですか。そうなんですね、はい、おやつで食べるせんべいとはちょっと違う。もう昔から皆さんが食べられてる。そうそうそう、各家庭で、各家庭でそれぞれの味があるっていう楽しみ方がありますよね。今日はあの鶏肉使ってるんですけど、いろいろお魚だったりとか、いろんなだしが違ったりするんです、うん、ちょっといただきたいんですけど、いいですか。はい、どうぞ。食べてみたい。はい、見てせんべい汁いただきます。いただきます。はい、どうぞ。あっか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 ちゃんとふふして。おいしい。ふふしてる。しっかり噛み応えがあって、ごめんね、すごい美味しいです。美味しいです。これは三戸町の川ガニ水豚で合ってますか。はい、そうです、川ガニ水豚という。これいいかもしれないな。どういったお汁になるんですか。これですね、川ガニの殻上を外して、あとはすべて殻ごと叩いて、あの見事全部出汁にしたスープになります。じゃあ、カニ出汁ってことですね。そうです、カニのすべてが入っています。だってもう香りがすごいですもんね。お店の前で誘われてきちゃいました。はい、ありがとうございます。これはあの味は醤油だけです。醤油だけ、ね、でこの色は全部あの身の色です、ね、身の中身の、はい、身の、はい、すごい。もう色からして全然ね、お味噌の汁とは全然違いますね。汁からいただきます。配送もしながらです。お茶も甘くて美味しくなかった。甘茶ずる茶、すごい。こちらも今が旬の、めっちゃカニ新茶になっております。カニ味噌とかの香りも、うん、なんかしてくるような感じ。スイタも結構大きいです。ほら、しっかりしてます。ですよね、元気になります。さあ、続いてご紹介します。今度は弘前市からの、うん、冬の寒い日なんかにぴったりですわ。平内町のホタテ美人鍋のブースにやってまいりました。ホタテ美人鍋っていうのは、はい、なんで美人鍋って言うんですか。いや、私が作ってるからこのような素敵なお母さんです。これはホタテのエキスを8割から9割使って、あのボイルした時に出るエキスを全部こして取っておいて、で今日はちょっと香り付けにほんの少しだけお味噌を入れました。本当に海の塩分だけで今日はできています。本当ですか。大好きなホタテがいっぱい入ってる。じゃあお母さんいただきます。はい、かけていただいて、美味しかったなーって帰るだけじゃなく、今度はうちで鍋作って、うまい。そんじゃホタテの味がしっかり出てますね。なんか味噌が香り付けって言ってたんですけども、ほぼホタテの風味とホタテそのまま、もう香りも味もホタテって感じで、そうなんですね。プリプリ。皆さんも一緒にどうぞ。幸せ。すいません、お父さん、はい、来ました、はい、昨日ぶりにあの産婦人と、はい、私王林がすごい好きだったんで、はい、産婦人と王林も、はい、なんかおばあちゃんとかにも送ろうかなと思って、はい、王林と産婦人合わせて、はい、一段で詰めて、昨日食べた中でも産婦人はさっぱりしてて、王林は割と甘みが強かったんで、どっちも食べたいなと思って2種類にしました。楽しみ。